棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。今回のメンバーは100年に1人に伝え、棚橋宏と、はい、ましもです。よろしくお願いします、はい、いや、このやり方ね、気に入っちゃって。あ、そうですか、はい、いつもね、ちょっと小話があって、で、自己紹介に入る流れも好きなんですけど、もう最初にやっとくと、このタイミングを計らなくていいっていうね。そうノンストレスでいけるんだね。200回やって出た結論がこれだったね。もう最初に言っちゃうっていうね。忘れないしねっていう、ね、ようやく、はい、時々忘れてね。そうですね、自己紹介しましたっけ。そうですね、のはありましたね。25分ぐらいでやるとかね、はい、ありますけど、はい、はい、というわけで今回も張り切ってやっていきたいと思いますけども、今回のテーマはですね、はい、ちょうどね、このポッドキャストが更新されてるぐらいかな、うん、もうそこ、あ、そうです ね、はい、そのちょうど終わ、現地で終わったかなみたいなぐらいの感じの時にですね、新日本プロレスの、イギリス遠征が、はい、ありまして。ありますね、はい、これね、新日本プロレスという団体で、はい、イギリスに行くっていうのは2回目なんですよ。はい、はい、それまではね、向こうの団体に、新日本選手がここで参戦してっていうことだったんですけども、新日本プロレスとして、大きい大会をやるって、しかも今回はですね、2連戦でやらせていただくわけなんですね、はい、そうです、はい、で、会場はですね、前回割と大きい会場だったんですけども、大きかったですね、あそこね。今回はですね、2000ちょっと超えるぐらいですかね、と聞いてますよ、はい、はい、で、いう、なんていうとこかな、クリスタルパレス、そうですね、ナショナルスポーツセンター、はい、はい、というところなんですけども、はい、そこで2デース、はい、いやー、これもちょっと10月1日と10月2日、はい、土曜日と日曜日ということで、はい、日にちもいいじゃないですかね。いいですよ、これももう、はい、初日は売り切れと。あ、そうなんですか、はい、2日目は残りわずかという、情報がすごい、すごい、はい、来てますよ。へえ、いやー、でもね、まあ、その2000ちょっとの会場かもしれないですけど、はい、海外はね、アメリカもイギリスも声出し OK になってますんでね。確かにそうですね。ねえ、大歓声が来るであろうと。またそのイギリス、はい、まあ、ロンドンですけど、はい、そのアメリカとちょっとまたノリが違いますよ、ね、はい、よく言われますよね。なんでしょうね、ちょっとこうサッカー風というか、あ、俺、はいはいはい、それなんか独特の応援あります。これちょっとありますよね。あります。ザクセーバーっていう、そうそうそう、みたいな、なんかその、はいはい、応援歌に乗せて、そうそうそう、はい、ね、だからきっとまたその田中さんもそういうのある、あるのかな、楽しみですね。ゴーエースみたいな。ありそう、ありそうですね。ありそう、ゴーエー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 。そうですね、そのところをね、ちょっと、はい、ちょっと今回生配信はね、ないんですか、ね、ワールドで後日配信と聞いてますので、はいはいはい、ちょっとね、シンプルスワールド加入者の方は、はい、ね、ちょっとね、オンタイム見たいっていう気持ちは、はい、まあ、諸事情をね、鑑みていただいてね、はい、ご容赦いただきたいなということなんですけども、はい、はい、いや、このイギリス遠征ね、2 days 組まれてまして、はい、2日間ともですね、8試合組まれてまして、はい、かなりね、興味深いカードがあるんですよ。はい、はい、そうですね、もうね、ちょっとね、全部に触れたいところなんですけども、はいはい、まあ、初日からね、ちょっと、はい、いきますとですね、そうですね、ちょっとそうですね、久しぶりにですね、うん、ロスエレ道場の、はい、ゲイブリエルキッドが復活しますんで、ゲイブが、よかった、ゲイブ、ちょっとね、心配な時あったんですけど、そう、やっぱりこう体のね、怪我っていうのは時間が経てば治るっていうのは分かるんですけど、はいはいはい、このゲイブ精神的なものだったので、はいはいはい、そこをね、なんとか克服して、はい、こうやってね、試合に戻ってきてくれたっていうのは本当嬉しくて、これ嬉しいですね、ちょっとね、うん、はいはい、はい、僕またゲイブがね、日本来てくれたらピザいっぱい取ってやりますから、はい、そうですよね、ピザパーティー
歓迎ピザパーティーを、はい、ゲームとね。でも、うん、あの向こうで会えるんでね。そうですよ、お帰りってやりますよ。これ楽しみにしてるんじゃないですか、ゲーム選手ね、うん、はい、みんなと会えるっていう、うん、ね、それで第1試合ね、はい、ダン モロニー選手。そうですね、全然これちょっと知らない。レボリューションの、いや、レボリューションの方かなり出るので、今回ちょっと ね、レボリューションの選手、うんうん、レボリューションもね、いいあのイントロダクションというか、はい、世界発信になるんじゃないかっていうね、はい、そうですね、うん、ダン・モロニー、ダン・モロニー、モロニーが何かを言おうとしている感じですけど、モロニー言っちゃってる、ね、モロニーね、ダンモロニー、ね、ダンモロニー、ダンモロニーも名前だけから興味しか湧かないという声にして出したいダンモロニー、ダンモロニーぜひね、皆さん、おこれがダンモロニーか、ダンモロニー、ダンモロニー、ダンで切らない方が面白いですね、ダンモロニー、ね、ダンモロニーね、はい、はい、俺はね、あとですね、あの、うん、興味深いのがこう、まあね、はい、あの対戦カードを見ていくと、はい、知らない選手とか、はいはい、が結構出てるんですよね、はいはい、女子の選手とか、はいはい、女子の選手とか、ね、女子の選手今後出ますね、はいはい、なのでその、ね、今回このロイヤルクエスト2を見ていただくことによって、はい、皆さんね、本当あのどんどん新しい選手がインプットされるっていうね、はいはい、楽しみもありますので。そうですね、はい、うん、そしてですね、はい、あの僕注目なのが、はい、ゲームでしょ、はい、でも第2試合がもう注目なんですよ、はいはい、第2試合、はい、全部の試合紹介しなくちゃいけなくなってしまうんですけどもそうですね、このペースでやってると意外と心配なパターンですよね。あのエンパイアと、ね、はい、向こうのレボプロの選手との対戦なんですけど、はい、このね、ギデオン・グレーっていう、ね、はい、選手、ギデオン卿が、すごい個性的な、はい、来ましたねこの間、はい、もともとイギリスの選手で、そうですね、ね、で日本でエンパイアとして活躍して、はいはいはい、まあ、このイギリスでの大会になるので、はいはいはい、言ったらばね、はい、凱旋帰国というか、新日本プロレスで名を上げて逆凱旋、逆凱旋というかね、はいはいはい、気合い入ってると思いますよ、ギデオン卿が、ね、これはね、ちょっと来る前一体どういう選手なんだろうっていうね、みんなありましたけど、うん、はい、まあ、変わった方ですよね、変わってますね、他にいないタイプですよね、はい、本当にね、あの、ギデオン、あのビジュアルがね、はい、強烈すぎるんですけど、強烈ですよ、はい、あの得意技が一切浮かんでこないっていう。あれ彼必殺技なんだったっけっていう、レスリングしてる姿も、ね、シリーズともに巡業しても思い浮かばないというね、はい、技何やったっけっていうね、確か杖は持ってたけど、そうです ね、はい、ね、ギデオン今日もね、はい、凱旋ということで、いや、いいです、この現地のね、やっぱりこう、うん、アウェーの新日本と、はい、ホームのイギリスの空気、はいはいはい、土地柄では、はい、ギデオンがの変わってくるかもしれない、またね、いや全然あれなんじゃないですか、水を得たギデオンになる、水を得たギデオンね、ギデオン今日がね、ギデオン言いたいっすって、なんか、ね、言いたいですね、あのギとデにあの濁点が入ってるってね、日本ではあまりない言葉ですから、そうですね、モロニーとかね、ギデオンとかねリングネームで楽しくなっちゃう、はい、そうです、僕ねこのマイケル・オック選手って結構名前を聞きますね、あ、僕もこのマイケル・オックがね特徴的だから、はいはい、なんか僕も残ってる選手ですね、残ってます、あの結構名称、これ確か、うん、オスプレイ選手とかと結構いい試合を、ね、してるみたいな、そうなんですね、実力ある選手なんですね、結構多分ハイフライ系だと思うんですけどね、はい、うん、ハイフライ系ですか、うん、多分、はい、ちょっと間違ったら申し訳ないですけど、うん、いやもうね、あのギデオン・グレート、グレート・オーカーンっていう、はい、新日本プロレスの2大クセ強レスラーが相手なのでぜひ頑張ってほしいなと、そうですね、はい、うん、でも本当にちょっとイギリスのギデオン・グレートちょっとまた違った感じでね、そうですね、見えそうですよね、はい、うん、ギデオン・グレーのグレーはあのアール・グレーのグレーっていうね、はいはい、紅茶のイメージもありますよね、あ、イギリスの、ね、ちょっとこのなんて格式があるというか、ね、はいはい、あの本当に、ね、急にこうポッドキャスト内でギデオン・グレー株がぐんと今この数分間でぐんと上がりましたそうですね、はい、あの特に詳しい話はしてないですけど印象とあの見た目のリングネームだけで
名前のね、あの、また何やってたっけ、名前のこの感触が面白いみたいなさっきからそういう話だけしかしないっていうね、はい、よく聞くと同じことをリピートしてるっていう、ね、そうですね、ダンモロニーからあんま変わってないですよすいません、マジもう10分経ったそうですね、大西さん意外と ね、 ちょっとね、これね2日間、まあ、2日間で2試合目で止まってる場合じゃないんですよ初日の第2試合目そうですねこれも絶対紹介しきれない、はあ、あとは、はい、まあでもあとちょっとそのね、神戸からの流れで結構大きなことがあったじゃないですか、はい、ちょっとその辺ちょっと田中さんに伺いたい。そうですね、僕はあのね、あのマシンガンと負けてその後なんですね、はい、その後に、はい、タマトンガがね、はい、あのジェイ・ホワイトとニラマやってる時に、はい、あのヒクレオが来てね、はい、あのヒクレオがまさかの、はい、まさかというかね、でもそこは兄弟のねやっぱりそうですね、つながりをがやっぱり優先したというかね、はい、あれはね本当に声出てましたよ、はい、神戸うわーってなってて、あれなやっぱりそのなんでしょうね、なんかまあでもみんなそのみんな理解してたんだと思うんですよ、現象を分かれるんだっていうのを、うん、まあ、ちょっとどっちかというとアメリカの出来事だったじゃないですか、はいはいはい、でもそれちゃんと皆さん理解して理解して、そのタマトンガね、はい、タンガロア、はい、そのヒクレオっていうのは3兄弟であり、ね、2人はこっち来て本体側に来たけども、はい、ヒクレオだけがバレットクラブが残ってて、はい、でまたこの兄弟で敵対するユニットにいたけども、はい、ヒクレオが、はい、J にチョークスラムじゃないや、はい、あのね、首をガッと取ってガンスターの演出を、ね、はい、アシストしてっていう、はい、あれね、ちょっとあそこでタマトンガとヒクレオがグッと抱き合ったじゃないですか、はい、あれがね多分ね一番最高はボルテージだった、あの日のデシベルだったと思うんですよね、うおーってね、いや僕もそう思います、要するに、まあ、もちろん僕は、ね、はい、よく分かってますけど、これ本当にそのお客さんにすごく、はい、もちろんマニアックな方とかは分かると思いますけど、はい、でも明らかに僕もワールド見てました、はい、うわーってあの、うん、グッてなった瞬間うわーってなってたの、そうなんですよね、まあ、すごかったですね、うん、いやー、やってほしいやってほしいこうなってほしいっていうのが実際目の前で起きた時の感動というか、はいはいはい、いやでもあの会場であれだけ反応があったってことは、はいはい、その今のバレットクラブと、はいはい、ね、このよくねちょっと空いただけでも、はい、マットの上の流れっていうのは早いので、はい、分かんなくなっちゃうこともあるんですけど、はいはい、より多くの方が今の新日本プロレスの、はい、その軍団の勢力図とかを、はい、理解してくれてるってことなんですよね。そうですね。だからこう深く見てくれてるっていう証明になったんじゃないですかね。はい、いやよかったっす。好きな人がより好きになってくれてるっていう。はい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 、そうですね。ね、コロナ禍になってね、今その外への発信、あと新規層の開拓っていうのは困難になってますけども、はい、一回プロレスを好きになってくれた人がより理解を深めている時間ではないかなというね、うん、そういう考え方もできますよね、がこの今回のね、はい、はい、タマトンガとヒクレオの抱擁で、はい、いやーっと慣れるというね、僕もちょっと少し涙ぐみそうな感じの、はい、感動的な感じのね、僕ねあの時ちょうどリング下で、はい、倒れてて何が起きてたんだと。完全グロッキーの時ですね。僕は試合しね、あのアンダーソンと試合して、まあ、あの負けはしましたけど、ね、もっと心配してもらったりとか、そうですね、いい試合だったねとか、こうね、そういう感想が欲しい時に蚊帳の外だった。その時にあの神戸大会一のボルテージが。そうそうそうあ、ツイッターのタグを追ってたりとかしてたら、いや逸材が空気って書いてあってそっちがええやかというねうまいこと言っちゃった自虐でうまいこと言っちゃったエア隊長みたいな確かにでもそうですね、はい、完全に空気なんです、ね、なんならやっぱこういや田中よくやったぞっていう、はい、やっぱこう ね、まあ欲しいじゃないですか、はい、最後ね、うん、突き上げていく時に、そうね、その時にもう全然その時にあの次の手数に入って
完全にその日一番のも、はい、次のフェーズにね移行してて、ね、はい、まあまあまあ、はい、まあでもね、あのそのね、あのイクレをね、タモトンが、いやこれでもあれですね、はい、冷静に考えるとヒクレオ本体入りっていうことっていいんですか。いやこれはね、あのこれは大変な、あの例えるならば、はい、プレ級のドラフト会議で、はい、超大型スラッガーを一時指名したみたいな いけるのみたいな、そういや向こううち来てくれんのっていう、こうなんかこう、いやあの兄弟のつながりでみたいな、そう選択がこうなんかあのそうですよね、引き当てたね、監督っていうなんか監督の喜びみたいなのありますね、こうね、これちょっとヒクレオ選手って多分、はい、どうでしょうね、おそらく一番背が高い選手じゃないですか今新日本所属、そうですね一番でかいですね、ね、まあ、バットラカレ選手よりも大きい、大きいですね、ギャローズよりも大きいので、うん、はい、いやこれはもうギャロー対ギャローズ対ヒクレオとかはね、スケール感のある戦いになりますしね、ハレ選手もそうでしょうし、はい、僕ねヒクレオのレオがねやっぱ引っかかるんですよね、おでまた名前に戻してみましたねいやいいですよ、僕はね、あの小学校5年生の時に初めてね、はい、こう友達から、はい、あの生まれた赤ちゃんの犬をもらってきて、はい、飼ってたワンちゃんがレオくんなんですよね、お棚橋家で、棚橋家で、お僕があのね小学校の同級生の家からこう自転車で運んで買ってもいいかって言ってね、正座を超えて初めて買ったワンちゃんの名前がレオなんですよ、ちなみにその命名はどなたが、はい、僕です、おレオくん、これなぜレオ、なんだろう、ね、ウルトラマンレオですか、はい、そうウルトラマンレオの記憶もあったかもしれないですけど、あのジャングル大帝とかそっちのライオンのレオの方から来たのかなっていう、あおそらくそっちでしょうね、うんうん、そしたらもうね本当にこの自分の初めて買った犬にレオだっていうね、はいはい、ライオンの猫の犬をつけてしまうというの、はいはい、この時点でもう新日本プレスにね、そうですね、ええ、もうそうなんですよ、小説でいうとこの伏線が入ってるんですその20年後みたいな、そして20年後ですね、はい、新たなレオが時間ないから、ね、まさか引っ越しから僕が小学校の時飼ってた犬の話になるとは思わないじゃないですか、こうなって犬の話がね、犬の思い出がたっぷりっで大変だったんだから、あの、ね、当時あのこの、ね、乗ってた自転車が5段切り替えの5段切り替えのやつで、あの乗せる前かがないんで、横この後ろの横かごに新聞とタオルを引いて、で、あのもう本当こんな子犬を乗っけて、はいはい、大丈夫か大丈夫かってフラフラしながら、いやいやいや危ない危ない、この2キロぐらいあったんですよ僕とその友達、ね、はい、のでゆっくり30分かけて、もっとあったかな4キロぐらいあった、はで大丈夫かって言って家着いたら、あの酔っちゃっててすっごいいっぱいあの吐いてて家に来た時にものすごい弱ってたって運び方に何があったっていうね買うのはいいけど、ヒロシ大丈夫かこの犬みたいな元気ないぞ弱ってるじゃねえかみたいな、いやまあその運び方に問題があったんですね、いいんですよレオの話は、まあ、まだ2日目行ってないですから、ね、そうですね、ヒクレオ、ヒクレオ、はい、まあまあまあ、でもこのねヒクレオ選手、はい、加入ね、またその対バレットクラブとの戦いに大きなね、うん、変化が生まれるんじゃないかっていうね、これだからまあ本体であり、まあ、GOD としてもね、そうですね、これがこの玉トンガ3兄弟が、はあ、全部こっち、いやこれちょっと思わぬ副産物、ね、あのタンガロアも怪我でね、はあ、今決勝しますけど、まあ状況をね復活良くなったら、いやこっち来てくれると思うんでね、これは楽しみですね、うん、ちょっとたな、まあ、でもこれちょっとタマトンガ、これね初日タマトンガ、ヒクレオチャード、はい、そしてタナシロシ組と、そうですね、これちょっと、まあ、タマトンガとジェイホワイトの、はい、あのこれはもうあの両国のね、はい、前哨戦の意味も含めてます、ね、まあ、最終決着戦というか ね、うん、ね、楽しみですね、はい、いやそしてセミファイナルがですね、AEW のね今チャンピオンなんですよ、はい、FTR です、ね、FTR がね、はい、ここにまたエンパイアのね
カイル・フレッチャーとマーク・デイビス、これはね2人地元でね、これは気合い入りますよ、これは。しかもオージーオープンって本当すごくないですか。オージーオープンね、ものすごいですよね、うん、よくこんな人がなんていうかその大手に、たなっていう、ね、大手に行かずに、うん、大手って言うし、うん、ちょっと言葉あれですけど、まあ、まあ、某 ね、 そうですね、団体とかに行かずにこう、はい、新日本を選んでくれるというか、まあ、レボリューションでねやっぱり活躍してた選手なんで、そうですね、いやこれはね、あのこの2人にとってビッグチャンスですね。ただね、この AW の、ね、チームね、僕間近でね、そのあの、はい、遠征行った時に現地で、いや、はい、シンパンクのね2人周り、はい、3人でリングいたりとかなんですけど、はい、この2人も相当な実力者です、はい、僕ねこの2人相当日本向きだなっていう、はいはいはい、試合がいいですね、うん、そう、なんていうんですか、あの、うまく表現できないですけど、固い試合をするんですよ、はい、あのこうがっちりのちょっとその打撃系とかでもバラーンって入る感じの、うん、はいはい、うん、あこれ日本人好きな感じのレスラーだなわ、はい、うん、かる、まあ足ほんと近い感覚、ね、はい、特に僕ダックスハウド選手は素晴らしいですね、うん、はい、はい、これはちょっといずれ来てほしい。ダックスハウドはどっちの方ですか。あのヒゲの生えてるスキンヘッドじゃない方。スキンヘッドの方ですね。スキンヘッドの方、はい、はい、あの体中が硬そうな人、そう全身胸筋、ね、この人新日本合うわっていう感じの、はい、あ、まあじゃあまず最初に石井選手でやってもらって、いやそうですね最初か最後かどっちか、はい、最初にやるとね、はい、もうあまりにもちょっとアメリカの石井と大活躍、そうです、もう、はい、どっちが本当の石井とも広かったリアル石井とも広決定戦みたいな俺だよみたいないや俺だいや俺だろうねダックスハウドを引かないっていうね俺こそが引かない言葉の使い方が違いますけど、ね、違います、ね、はい、さあ田中さんそんなこと言ってる間にあとね残り時間10分ぐらいなんで、はい、ちょっとこれもう一回できますか。そうですね、ただちょっとだいぶ時間が経っちゃうのでもうまとめちゃった方がいいと思います。ああそうです、はい、でねこれあの最も注目なのは、はい、初日のメインイベントですね、はい、いやーこれはねウォースプレイがね、この間もね、はい、あのフィンレー相手にいや素晴らしいとんでもない試合しやがって、はい、ああこれはね全レスラーが、はい、嫉妬してもはがみしても、はい、いい試合ですよ。あそうですか、はい、うんうん、でだからそのデビあのオースプレイが素晴らしかったということは、はい、あのデビッド・フィンレーも恐ろしく素晴らしくて、いやなんていうんだろう、もちろんねもうトップの選手だなっていうのは、はい、十分ね思ってたんですけど、はい、あの試合で、はい、デビッド・フィンレーが完全にトップ入りしました。そうですね、はいはい、負けはしましたけども、いやー、うん、素晴らしかった雰囲気、はい、ビジュアル、はい、ね、はい、その風格、はい、同じか、はい、ビジュアルでしょうか、持ってる空気感がね、はい、完全トップでしたね。そうですね、これはちょっと楽しみですしね、はい、まあ、そのねオスプレイにこの翔太が、はい、どう、これはちょっと海野選手はこれ勝負どころですね。いやそうなんですよ、だから、ね、日本のファンも、はい、もう僕らも、はい、その1個前のデビッド・フィンレー対オスプレイ記録を持ったまま、はいはいはい、このこっちを見るオスプレイとショータを見てしまうっていうのはこれはね仕方ないことなので、やっぱそのハードルをねどう超えていくかというね。いやでもね、そうそうたるメンバーの中で名イベントでっていうね、こんなチャンスないですよ。いや、しかもこれ、はい、言ったらその新日本プロレスのトップ選手が、まあ、ほぼほぼ現地に行ってる中でのメインを任されるわけじゃないですか。そうですね、これはなかなかのプレッシャーじゃないですか。これちょっと僕が代わってやってもいいですか。はいはい、はいはい、ここもし自信がないんだったら代わってもいいよと。でこの嫌な先輩だな。そうだからこのひくれおと僕の男に入るだけなんで。入るかいと。いいんだよと。そうそう、はいはい、俺はスプレーでやる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 準備はもうできてるかと。嫌な先輩だな。この先輩、こんな先輩は嫌ですね。俺だったらすぐ嫌いになる。まあしかも言ったらその、はい、海野選手ずっとねイギリスで頑張ってたの で、ね、これはやっぱその成果を見せるという意味では、で、ねあのはい、マネ選手も言いましたけど成田選手がやっぱり帰ってきたりとか、うん、いろいろ状況が動いているので、はい、これでね、ここで結果を出せば、はい、
日本での伝わり具合っていうか、はいはい、いやそうですね、映像見れない、はい、いやそうですね、けど、はい、翔太が勝ったみたいな情報だけ先に走るわけですよ。ギャーってなりますよ、マジで。一気にこれはもうその一気にこうね、期待感がね、下半期のね新日本をちょっと動かす選手の入ってますよ、そんな選手になったのか。なんでかっていうと、もう日本のファンはオスプレイがどういう選手でどれぐらいのレベルにいるかっていうのを十分理解してるわけですから、うん、まあ、言うたらやっぱほとんどの人がやっぱり、まあ、オスプレイにはちょっと厳しいだろうと思ってる中で、はい、どういう試合を見せるか、はい、僕も厳しいだろうと思ってます。ああ、はい、そうですね。でそこをねこう乗り越えていく選手だけが、はい、トップいけるんで。なるほど、うん、これは海の選手予想を超えてきてほしいな、ところですよこれね、はい、うん、さあこれあれですかね、メインイベントレフリー、はい、お父さんですかね、どう違うのかな、まあどうでしょうね、現地の方に譲るか。いやでもやっぱこうお父さんじゃない方がいいのかな。でもまだちょっとなんか日本まで取っときたいですね、ちょっとね。そうですね、もうすごい薬カードが早い可能性がある。パンパンパンって今後だから、でもそういうケースはね、おそらく増えていくんでしょうから、これはちょっとね、海野選手、あと運のレフェリーもね、どういう風にっていうのはちょっと注目ですけど、面白いですね。でまあちょっとね、残り時間ないんですけども、2日目がですね、あの注目なのがですね、女子の王座決定トーナメントの1回戦というのが始まるのかな。はい、ついについにね、この IWGP 女子が動き出すと、はい、そうですね、その、スターダムのね、はい、もう日本でも同時に1回戦が始まって、はいはい、海外でも海外の選手同士が戦うということで、はい、これもちょっとね今後、うん、そしてこの道がどこまで続いていくのかというのはありますよ。 そうですね、そしてね、あの2日目僕個人的に注目しているのがですね、はい、あのヒクレオ棚橋ひろし玉トンガ組のこの3、はい、ね、ドゲローズからの JA ホワイトっていうこのトリオ決戦の6人タッグマッチで、はいはい、このヒクレオとタマトンガ兄弟に挟まれるこの僕、はい、そうですね、はい、ついにどうですか、これはいいんじゃないですか、僕もちょっと兄弟っぽい名前にしてもいいですか。お、はい、そんなのありましたっけ、はいはい、タナトンガなるほど、はい、タナレオでもいいですけどタナレオだとすごく分かりづらいですね。分かりづらい。タナトンガの方がマイナー。タナトンガの方がそうなんか。タナトンガの方がなんかこうこっちを吸ってるんだなって。なるほどねっていう。タナレオっていう。混乱の極みっていうね。しかもいきなりこうなんか情報がよく出てタナレオみたいな結果でタナレオタナレオみたいな。タナレオ勝ってるけど何誰って。はい、これはあのちょっと、ね、まあでもある意味そのね、はい、あのかつて飼っていたレオくんのね、はい、あの意思をちょっとレオの名前を引きずるタナレオ、はい、いいかもしれないですよ、はい、レオトンガでいいんじゃないですか、レオトンガ、その原型がないですよただのヒクレオさんとタマトンガさんの合体なかったかっまたあの存在がエアーになってますよそれ自ら存在を、ね、リングネームで存在を打ち消す、そうですね、まあ、タナトンガもねやっぱもう、まあ、でもタナトンガってまあちょっとシャレだなって分かるんですけどね、いやあの、イギリスのファンの方は棚橋ひろしを見に来てる、そうですね、急に変えられても困る、よくあるあのいやそれじゃないんですよみたいな、欲しいのそれじゃないんです、いつものやつがいいんです、変えないでちょっと変えてみましたみたいな、はい、いやいや、はい、ね、このタグトリあのシックスメンタグマッチと、はい、ね、あのこの2日目ね、あの、はい、この後半3つがすごく面白いんですよ、はいはいはい、岡田和親対キリト、はい、石井選手対ジョーナ、はい、で内藤大作成功、これはね、いやいや、これはね、これビッグマッチ級のラインナップですよ、まあ、ビッグマッチですけど、うん、僕ファンで見に行ってたら、はい、678で1時間半経ちますよ、いやそうですね、ね、
もうちょっとこれぐらい時間半分を見とかないと、これはちょっと熱戦になること間違いなしなので、これはもうすどの試合もね、まあ、あとさっきちょっと言いましたけど、ティト選手とかもね今いいですもんね、ティトいいんですよ、はい、ね、このやっぱり3人でジョナと、はい、ティトともう一人シェイン、シェイン ね、はい、あれだとやっぱりジョナがねあって、はい、シェーンがねやっぱノアにも来てたんで、はい、有名じゃないですか、まあ、ちょっとそうですね、いいです、一番ジョティトがね、ティトが3番手だったんですけど、はい、はい、はい、ティトがいいんです、いいです、体もいいし動きもいいし、いい、はい、何より外国人選手に必要なテンションの高さがあるんです、はい、いや元気なんですよ、はい、いつも元気と、いつも元気、もうティトと DKC はとにかく元気と、はい、ティトっていう響きはね、タナにちょっとあ他行がね、はい、どうしても気になると、気になるんですけど、はい、あとちょっとこの、まあ、あのワンツーショルダーのねやっぱドクギャドクギャと、ね、あのドクターデスを思い出すような、そうなんですよ、はい、でちょっとね思い出しますよね、思い出します、風貌が近いというか、ね、はあ、これ岡田選手、これもだからティト選手にとってもこれちょっと小そうなんですよ、大チャンス、大チャンス、僕ちょっとティトを応援したいくらいの気持ちになっちゃう、岡田選手困るでしょうね、あれなんでタナさんちょっとポッドキャスト軌道ばっかり教えがってってここでタナ氏と岡田の新たな遺恨が生まれ てそこで争わないでくださいそうですよね、人が仲裁に入るジョナが困っちゃうジョナも困る俺はってなっちゃう石井ジョナっていうのこれまたいいカードです、ね、これはいいカードですね、うん、おそらくやっってないですもんね G1 ではね、うん、これはね本当にちょっとあのイギリスのファンが大熱狂するような、うん、そうです ね見えますね、もう見えちゃってますね、うん、そしてその声明を受けてのメインですから、いやこれはもう本当に俺が内藤だったら逃げ出したくなるような気持ちだな、ほらこれまたザックセイバージュニア選手ね、でもね前哨戦日本でこう、はい、今 ねやってましたけど、はい、この2人本当にこうなんかお互い意地悪な部分が出て、はいはい、クソ面白いね、そうです ね, ねどっちも引かないですからね絶対に、うん、まあね今こう内藤はこう目標っていうかねそういう、はい、明確などこに向かってるっていうのが、はい、今見せれてないんで、まあ、この試合とかねこう海外をきっかけに、はい、ドンもね近づいてくるんで、そうですね、内藤はおそらく何枚かカード切ってくると思いますよ、ピンピンピンと、はい、いや、うん、確かに内藤さんのねちょっと行く末も含めてどうなってるのかというのは気になりますよ、はい、駆け足できましたけども、はい、ちょっとギデオンに時間をさせて、そうですね、ギデオンとダンボロにちょっと時間をかけすぎたというね反省点がありますよ、あれでも2日間ちょっとあの見どころ的にはファンの方も、ね、まあ、これねちょっと聞いていく方も楽しみになったんじゃないですか、はい、後日配信にねあの、はい、タイミングで見れるそうですね、このポッドキャスト聞いていただいて、はい、ね、あの気になる選手をちょっと頭にインプットしておいてもらって、はい、ロイヤルクエストをね 2days 見ていただくと、ぜひちょっと非常に楽しめると思います、いい副読本的な感じ、これがダンモロニーかと、そう初っ端の試合じゃねえかと来たみたいな、はい、どちらかというとゲイブリル・ゲルキッドをねちょっと押したいですけどね、モロニーの人がモロニー入っちゃうちょっと最後の最後にちょっとねかましましたけど、はい、はい、というわけで、はい、ね、あの最後に告知です、新日本プロレスは、海外遠征ね、イギリス遠征中ですかね、はい、でその放送は後日配信になっておりますけども、新日本プロレスワールドの方でやりますので、はい、楽しみに待っていてくださいということです、はい、マシありますか、はい、はい、大丈夫です、はい、ですか、はい、はい、以上棚橋弘至のポッドキャストオブでした、ありがとうございました、話題沸騰、新日本プロレススマホサイトプレミアムプラン、新コンテンツ続々配信、棚橋弘至のポッドキャストオフスペシャル版、ゲストは柴田勝頼、毎週水曜豪華ゲストが登場する清穴の真夜中のレッスル&キングダム、イブシコータグレートオーカーンも随時公開、さらに電子書籍版パンフレットは今年の G1 クライマックス31も配信中、これまでにないプレミアムな体験が、現在のスマホサイト価格プラスワンコインで
味わえて月額830円ただいま加入付け無料スマホサイトプレミアムプラン。